南石橋三波川編成体は、中央構造線の外体に接する、編成岩体である。日本最大の広域編成体とされ、低温高圧型の編成岩が分布する。名称は、群馬県藤岡市三波川の利根川流域の、三籠山の北陸を源流とする南側山室の結晶変岩を三波川結晶変岩と呼んだことに、由来する。南側台とも呼ばれる。 中央構造線を挟んで、北側の両家編成体と接する。分布は、関東山地から一旦、フォッサマグナにより寸断され、長野県諏訪湖南方の上稲地域で再び現れ、天竜川中流域、小渋川を経て、紀伊半島、四国、九州の佐賀の関に及び、全長約 1000km に達する。さらに、抗義の三並川編成体は同様の編成作用を、受けている。 南側の鬼鉾緑色岩体、秩父編成体をも含む。さらにその南側に、四万都体が接する。基板岩は、ジュラキから白亜紀に低温高圧型の編成作用を受けた、結晶変岩からなる。四国の三並川編成体の編成度の高い、結晶変岩中の白キララや、黒雲母の KAR 放射年代は82から100に、間を示し、 RBSR 放射年代は85から94万を示す。紀伊半島の結晶変岩中の白キララの KAR 放射年代は70から110万を示し、これらはいずれも南側編成作用が白秋後期であることを示している。南海トラフ沿いのフィリピン海プレート及びその深体の沈み込みに伴い深く沈み込んだ岩石が編成作用を受ける。 南側帯など中央構造線により、南側の外帯では、地下 15km から 30km の深さで低温高圧型の変成岩が生成され、北側の内帯である両下帯では、プレートの沈み込みの結果生じ玉熊ママの作用により、高温低圧型の変成岩が生成する。発熱量の高い放射性同位体を多く含む。 河口岩室の陸側のプレートは沈みにくいが、低温で密度の高いフィリピン海プレートは、陸側のプレートの下に潜り込むと考えられる。南川南石南川編成体の名称の元となった南川流域は、名石南石の産地として古来より知られ、明治時代に古富士文次郎により、長泥渓谷から南石橋を経て、 北側の三波川にかけて分布する結晶変換が研究された。南石の産地である南石橋は1957年に国の天然記念物に指定された。紀伊産地の三波川帯はほぼ四国のものと連続し南側結晶変換及び鬼穂緑色岩からなり主に木の川南西側に分布する。木遺産地中央部では 秩父太古清層がその南側の中清層に、象上した、象上断層を形成している。三重県松阪市では、日立の中央構造線という大規模な路頭を見ることができる。層上は以下のように区分される。これらの編成作用の年代は、友仏層、68.7から78.6マ、猛玄層、89.3から97.1マ、小石層、 81.7から101馬、沼田層、99.4から117マ、佐賀層、113から118マを示し、北側の地質帯ほど、編成年代が若くなっている。南側結晶変顔を、基板岩とする石槌山脈。笹上峰から望む。緑泥石変顔からなる、徳島城、本丸北側の石垣愛媛県佐田岬に見られる。 緑色変岩の岸壁四国中央部では最も広い幅である約 30km の三波川編成体が分布し、鬼鉾、秩父編成体を含めば幅約 50km に達する。南側結晶変岩の層序は以下のように区分される。これらのうち三縄層が最も広く分布し、中心部は石英変岩を伴う緑色変岩層からなる。 それゆえ、愛媛県の変成岩の分布域の割合は高く、この緑色変岩は、伊予の成績として沈徴される。3. 縄層の上部には、角栓岩体が分布し、東、赤石山北山6の五郎津山から日岳に至る五郎津岩体がある。この五楼津岩体では、ザクロ石角栓岩やエクロジャイトなど、高圧下で生成した変成岩が見られる。 東赤石山には、マントロ物質と見られる、超塩規性岩である、観卵岩体も分布し、クロム鉄鋼が含まれ、観卵岩が変質した、ジャモン岩も分布する。また、キースラガーと呼ばれる含む導流化鉄鋼の交渉は、三、縄層に集中して見出され、別種銅山もその一つである。四国山地のうち、石槌山脈は主に三波川結晶変岩を、 基板岩とするが、第3期の堆積岩に広く覆われ、石槌山から、重ボケを中心とする直径約 7km の領域は、第3期に噴出した溶岩である安山岩に覆われる。四国山地に挟まれた吉野川が刻む渓谷である大ボケ、小ボケには結晶変岩が露出し、集局による廃射構造が見られる。四国では大規模な王が集局構造が見られ、 この内主なものは、肘川川口付近の長浜大賀集局で、南側の鬼穂古帯や秩父帯の上に、象徴し、長浜ナップと呼ばれ、もう一つは、四国中央部の辻、猿田大賀集局で、長浜ナップの上に重なり、辻、猿田ナップと呼ばれる。一方で、大ぼけ地域に分布する南側結晶変岩類の、うち、三、 縄層中のジルコンの多くが1900から1800、の年代を示すのに対し、小ぼけ層は92プラスマイナス4マ、川口層は82プラスマイナス11マとは各、四万都帯北帯付加形成の年代に近い。このため、小ぼけ層及び、川口層を、四万都帯北帯あるいは、四万都編成体と分類する方が適当であるとする、説もある。ありがとうございます。